こんにちは、作曲家の夏美瑠衣です。今日は米軍基地でライブをした一日を Vlog にまとめてみました。私結構前からスザクっていうバンドでベースのサポートをさせていただいてるんですけど、そのスザクが日米友好祭に出るということで今回も誘っていただきました。空軍基地なので戦闘機とか輸送機も撮ってるので、よかったら見ていってください。関係者入場ゲートの付近は撮影 NG だったので、いきなり基地内からお送りします。今日私が出るのはね、野外ステージなので、ちょっと野外をぐるぐるしようと思います。ここまではさ、ピンマイクでリアルタイムで喋ろうと思ってたんだけど、私2つのことを同時にするのあんまり得意じゃなくて、ちょっとボイスオーバーで失礼します。私が出るのは野外ステージで、着替える場所とかがないのでバスを用意してくださってました。でね、ステージ裏の楽屋はこんな感じ。ステージの真裏ですね。本番2つ前のバンドからここで待機できるっていう感じみたいです。水とか冷えてるの用意してくださってて、 PA さんたちもね、東京ドームとかやってる方もいらっしゃるみたいで、野外ライブって音が聞こえづらかったりとか、音広がっちゃったりとかして演奏しにくいことが多々あると思うんですけど、そういったことも特になく、すごい安定感でした。撮ってます。楽屋です。楽屋ですめっちゃすっぴんだけどそっか、あんまりわかんないなステージの後ろ側が楽屋みたいになってますね。でこの日入りが早くて、午前9時に福生駅集合だったんだけど、本番は12時ぐらいで、リハ開始は11時半ぐらいだったのかな。なので2時間ぐらいは本番まで時間ありますね。私今まで少なく見積もっても200本はライブしてると思うんですけど、やっぱライブ前はちょっとそわそわしますよね。でもバッチリそうです。めちゃくちゃ広大な土地にすっごいたくさん屋台が出てるんですよね。出してるのは基地内に住んでる方と外部の方とか、いろいろみたいです。出演者は無料チケみたいなのもらえるから、それでご飯を引き換えてます。ちょっとね、ステージ裏で食べてるので爆音の中食べてます。めちゃくちゃ大声で会話してる。私の心のふるさとのボンジョビのトリビュートバンドが出てて、めっちゃテンション上がりました。あんまりさ、ボンジョビのコピー版って日本で見ないんだよね。てか全く見たことないな。オスプレイですね。でもライブも物販も終わったから、ここから航空機見ていこうと思います。ライブってすごいよね。リハ入ってさ、ここに来るまでにまあまあな時間かかるんだけど、本番は30分とか40分で終わっちゃうんだよね。でみんな家で練習してる時間とかももちろんあるしさ、この40分のために全部頑張るっていう感じがライブの醍醐味ですよね。友好祭では航空自衛隊とアメリカ空軍の航空機がたくさん展示されてるんですよね。っていうかこのイベントは多分それがメインコンテンツ。始発で並んでる人とかも結構いるらしく、そういう人はガチの機材で戦闘機とかを撮影したい人たちみたいですね。空気が入ってきて、さっきから気になってた、これは何なんだろう。4本あって、それ、触ったらダメです。あ、そうなんだ普段200歩ぐらいしか歩かないから、この時 HP10 ぐらいですね。これは三菱 F-15J イーグルといって三菱が開発した戦闘機らしいです。F-15 イーグルが初飛行したのは1972年で、当時アメリカはベトナム戦争の泥沼を抜け出そうとしていて、いかなる戦闘でも優位に立てる戦闘機を作る必要があって、これができたって書いてありました。飛行機を見たいんですけど、なんか遠いな。飛行機ってあれ
あのでかいの行ってみよう。行きたいです。こうやって見ると私恐竜好きなんだけど、恐竜も飛行機もでかければでかいほどかっこいいなって個人的に思いました。戦闘機とかってさ小さめだよね、2人乗りとかだし。私は輸送機の方がかっこいいなって思っちゃいました。やっぱみんな戦闘機のが好きなのかな。重い。重たいよね。多分関係者パスを首から下げてたからだと思うんだけど、なんと特別にコックピットを見学できることになりました。自衛官の皆さん本当優しくて、この前ニコニコ超会議に遊びに行ったんですけど、そこにも自衛隊ブースあって、そこの自衛官の方々もめっちゃ優しかったし、日本の空を守ってくれてるんだなっていう感謝しかないですよね。この航空機は川崎 C2 っていう輸送機で、2016年頃から運用しているらしいです。この方はこの機体を運転されているパイロットさんなので、とびきりエリートだろうに、我々の小学生並みの質問にもニコニコ答えてくださって、もう控えめに言って神でしたね。この日のことは忘れないようにしようって思いました。全部のボタン把握してるんですか。覚えてます。そりゃそうだよね。ちなみにこれ不安でしかない。でもすごいね。これ何のためにあるんですか。まあ、下に持っている他の数字とかが全部上に映ってるんで。本当だ、映ってる。外の景色見ながら操縦できるんですよ。すごい。何があるか見えないじゃないですか。夜になっても、うん、こう、え、本当だ。すごい。なんで？すごいですね。もうまた違う職、あの仕事の人が座るんですよ。道案内として。かっこいい。三人席で、これだけスイッチが上にもあって、ここにもある。そうか、上にもあるのか。すごい。めちゃくちゃあるんで、2人パイロットが乗って、うまく分担しながら。オートじゃないんですね。そうですね。ありがとうございました。航空機ってさ、多分興味ある人と興味ない人がすごい分かれちゃうから、ずっと撮ってんのもなと思って、本当はね他にもね MH53E っていう西側最大級の輸送ヘリとか、めちゃくちゃでかいヘリとか見れたみたいですね。だけどそういうのはちょっと割愛しておきます。これはね F16 で、通称ファイティングファルコンだと思うんですけど、ちょっと自信なかったから表記してないです。 F16 はさ、ウクライナに送るとかニュースでやってた機体だよね。お水もねこんな感じのところから出て、非日常感が面白いです。私たちが出たのは野外ステージなんですけど、屋内ステージもあります。それがここ。ちなみにね、私が高校時代に組んでたガールズバンドのボーカルの子がこの屋内ステージにまさかに出てて、ってなりました。いや関東で音楽活動してると本当に狭いよね。なんかどっかつながってるもんね。びっくりしました。本当。あとね、有効祭の出演バンドは公募してるらしいよ。スザクって私がサポートする前にアメリカツアーとかやってたらしいので、そのつながりで出てんのかなとか思ってたから、逆にすごくないって思いました。公募はね毎年めっちゃ応募殺到らしいので、その中で勝ち取ったんだ、普通にすごくないって思いました。改めて貴重なライブに誘ってもらってるんだなっていう感謝の思いですよね。規格外のカフェイン量のモンスターを摂取しながら、着色料たっぷりのパイ食べたいよね。散々満喫したので16時ぐらいに帰りました。サポート現場もそうだし、作曲のレコーディング現場とかもそうなんだけどさ、気心知れてるメンバーの時しか YouTube の撮影ってできないからさ、っていうのも初めての現場とかで動画回してたらなんか感じ悪いじゃん、集中してないのかなとか思われちゃう気もするし、なので今日はいろんな意味でありがたい一日でした。このさ、みんなといる時はめちゃくちゃテンション高いのに、帰りの電車は1時間とか1人なもんだからさ、もう一気に無表情なの、ちょっとじわるよねこの温度差。エンディングの動画撮り忘れちゃったので、この謎シーンなんだけど、ちょっと気にしないでください。このチャンネルでは音楽好きがゆるく楽しめる動画をこれからも発信していくので、よかったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。